令和元年11月2日3日の2日間、阿蘇市内牧の阿蘇体育館で、文化でつなごう阿蘇の絆をテーマに、第13回阿蘇市文化祭が行われました。13回目を迎えた文化祭では、オープニングに阿蘇中央高校の書道部の生徒が書吟を行い、そして阿蘇市文化協会の岩下哲三会長と佐藤義興市長が挨拶して文化祭がスタートし、まず大阿蘇御神火太鼓が披露されました。阿蘇市文化祭は文化振興を目的とし、市民の交流を図ろうと11月の文化の日に合わせて行われているもので、ステージ部門、展示コーナー、それに今年は身近に文化に触れてもらおうと、絵画や絵手紙などの体験コーナーも設けられました。ステージ部門では、フラダンスをはじめ、太極拳、コーラス、日舞などが披露されました。また展示部門では、押し花や華道、書道、パッチワークなどの作品が展示されていました。さらに、今年から始められた体験コーナーでは、子どもたちが油絵を体験していました。会場には連日大勢の市民が訪れて、ステージでの発表や絵画などの展示作品を見物し、芸術の秋を楽しんでいました。